何これ。このライブ YouTube 収録があるしから持ってきた。持ってこなくていいよ。持ってきた。YouTube のシーズンは持ってこなくていいよ。みんなここで再生してるって。リプレイ回数あるけどね。一番ここで再生してるって。なんか時間めちゃくちゃ長いし。これこのぐらい1時間ぐらいあるし。1時間まだじゃない。いいよこれ。しまえ。あ、違う。邪魔だよ。失礼します。すいません。邪魔だって。なんで持ってきたんだよ。兄の篠原匠とね、弟の篠原光で迷わざと言いますよ。父の君やってます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。まあね、YouTube の収録されてるということで頑張っていきましょう。2024年もまだこの動画見てるよって人いる？ YouTube のコメントかよ。いる？歌系の動画であるけど。2024年もまだこの動画見てるよって人いる？いるだろ。あ、そうなんだ。2024年なんだから。あ、そうなんだ。10年前の動画とかで言うんだよ。あ、でも YouTube で言うと、僕らもチャンネル持ってるんですけど、はい、いろんな動画出してるんですよね。あ、そう、芸人もね、YouTube やる時代ですから。一番バズったやつがありまして。バズった動画。弟がトンビに壁パン盗まれたっていう。それ俺じゃねえよ。江ノ島でトンビに亀パン盗まれて泣いてたの俺じゃないから。俺じゃないって。あ、そう。11年後に続編アップされてないから。違う。急にアップされてないから。あ、違う。じゃ俺らの動画紹介して。シリーズものやってまして。シリーズものね。なんかそう、今問題になってる人を救いたいみたいな。救いたい。誰々を救いたいシリーズ？それ柴田だよ。そうだ。俺らじゃないから。あれ、お前じゃ。俺じゃないね。柴田か。柴田だよ。アフリカの子供たちを救いたいっていう。柴田そんないい人じゃないよ。あ、そうだ。柴田全員でやってないからね。あ、そうなの。俺らの動画紹介して。あ、そうなんだ。それお前じゃないんだ。俺じゃないって。あ、あとマイナンバーカード開封してみたね。やってねえよ。え、普通ポケモンカードだろ。あれ、マイナンバーカードで誰もやってないの。開封ってどうやってるの。やってないの。マイナンバーカード。あと YouTuber のモノマネね。あ、モノマネね。あやなんのモノマネしなくていいよ。コロナ禍でパーティーして炎上した時の。ここサムネにしてくれ。しなくていいよ。ここサムネにしてくれ。ここサムネにしなくて。ここサムネにしてくれ、絶対に。頼んだぜ、おい。お兄ちゃんがこう言ってるの絶対してあげてください。お願いしますね。ちゃんともう俺らの動画紹介して。じゃあ俺らが2分くらい漫才やってる動画は？それ今やってんだよ。もういいよ、どうもありがとうございました。